ポケポケ未来で使う分までどうせ使うから100万円分ポケゴールド買ってみた課金は計画的にヒカキンゲームズハロー YouTube ヒカキンゲームズへようこそ。どうもポケポケモサになりたいヒカキンです。はい、この動画はですね、私がポケポケを始めて2日目に撮ってますはい、2日目で、でね、あの動画以降僕対戦とかやってるんですけど負けてない。あのランダム対戦で1回も負けてないですね、僕のミュウツーデッキ。これね、あのこれ強いっすよ。はい、っていうのはまあさておき、ちょっと僕ね、あのポケポケ、あの仕事めっちゃバタバタしたりしてて1週間ぐらい遅れちゃってたんですよね、始めるのが。だからこっからちょっとギア上げていきてえなと、俺本気なんだぞっていうところを出していくためにポケゴールドですそう、ポケゴールドってあの要するにパックを開封するための課金アイテムなんですけど、1日でね使っていい上限がなんか決まってるんですよね、なんか2万円分くらいっていう。なんだけどってことは1月毎日全部マックスまで使ったら60万ぐらいなのかな、ってなると本気で毎日全部パック開けていくんだってなるとまあ2ヶ月もあれば使い切ってしまうと。はい、ということでまあまあまあ、どうせ毎日課金しなきゃいけないんだったら一気にやってもどうせ使うお金は一緒だし、なんか動画もこれ、うわヒカキンやよ、やってんなあいつまたバカなことやってんなーって、もう盛り上げた方がいいやろってことで、昨日あのクレジットカード会社に電話して、あのなんか止めないようにしてくださいっつって連絡しておきました。いきますで計算したんですけど、この一番高いポケゴールド1万4000円ってやつを72回買うと100万円超えます。はい、なので3万5000ポケゴールドぐらいだったかな、うん、行きたいと思います。1、2、1って言って72回行けば OK ということで、じゃあまず行きたいですね。あ、そのじゃあ前に今の僕のカードの状況で、今日あのめっちゃパックあの引くからね、多分復活してるからもう。はい、今のヒカキン2日目の状況は226種類分の160種類まで集まっております。いいでしょう、結構頑張ってますからね。でレアなカード、あとそういえばこの辺のね、あのラプラスと対戦とかして、なんかラプラスが降臨してるんですよ、なんかね、そういうのでゲットしたりも頑張っております。はい、イマーシブは今のところリザードンとピカチュウだけ、王冠カードも持ってないので、今日ちょっと課金したポケゴールド使って王冠カード当てたいですね。さあ行きましょう。あとプレミアムパスも入りました。よし、はい、一応ご注意ですが、皆さん課金は、計画的に、そしてお父さんお母さんの許す範囲でやろうね。はい、あ、ほら書いてあります、これもう一回注意事項、未成年の方へ有料アイテムを買うときは必ず保護者かっこお父さんお母さんなどにお許しをもらうか一緒に買うようにしてくださいね。その他の注意事項は利用規約に書いてあります、必ず保護者と一緒に読んでからサービスを利用してください。そう、自分でアルバイトとか働いて稼げるようになってから好きに課金してね、これね注意です。はい、大人になったら好きにやってね。いきます。はい、1個目、これ止まんないかな、クレカ大丈夫かな。1回、これ72回あんのかよ俺、マジかよ。ちょっと本気でやっていい。はい、2回、3回、4回。おお、え、5回目で嘘でしょ。え、これあれか、なんかやっぱりほら、もしかしたらさ、うちの子が勝手にやっちゃってとか、なんかいろんなトラブルを防ぐために1回止まる、これまさか4回だよね今まだ。うわー、これ70回できないのかな。うわー、なんで、マジ、ちょっと時間空けてやるしかないのかこれもエンターテインメントですよね。お、購入処理の失敗、いいぞ。あれ、
還暦した、大丈夫だ。今5回やってるからね、6回目。あ、いける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 、よし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 、7。これかける10回か。いやー、ええー、ポケゴールド優勝が所持制限数に達してしまうため、これ以上は購入できません。ガクーガガクー、うそー、対策されてる。あのヒカキンみたいな人湧いてくるから対策しとこ、対策されてる。うそ、でもこれすごくない？あんま知らないんじゃない、みんな。所持制限数スクショしとこ。え、4000個ってことこれ。ちょっと待って、他ので買ってまだいけるか行ってみよう、ギリギリまで。あ、いけそう、挙動的にいってる。え、4000個がこれマックスなのか。うわ、無理だった、くそ。逆にちょっとホッとしてる。4000個っぽいな。これで200で、これで無理だったら4000個なんだ、ポケゴールドって。ぴったりまで行ってみよう。じゃあこの動画はあれだな、え、お客様のアカウントは一時的にご利用になれません、しばらくしてからもう一度お試しください。いろいろこれセーフティーネット的なやつがいろいろ引っかかっていく。すごいですね、課金トラブルっていうのはまあありますから。僕は全然ねトラブルじゃないんだけどね。どうしよう、これ上のやつ、この辺のお得なポケゴールド、この辺で攻めてみるか。お得だったから引っかかんないでしょこれね。お得だったらいかない、いける、ほらいける、フェイス ID ですよね今時は、もういける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 。あとな、75個か、75個だったら、この50を1回買ってこれがポケゴールドガチ勢だよ。し、あと25個、あ、ぴったり来た来た、あれダメ、15個。キワキワまで行く。わかった、これ3999個だな。さては最後、じゃあギリギリまで行こう。これで10個で買えなかったらもうそういうことだから。え？あれ？ 3900 個ってこと？ 3900 個かもしんない。もう1個単位で買えないから、ここまでしか検証ができないかもしんない俺。はい、というわけで、ポケゴールド上限値は3990、あ、3990か、3990ポケゴールドみたいですね。ちょっと買い足りないからこれ買っちゃうか。 あれ、あ、これもダメか。あ、もう買いたくても買えないんで、もう、ん、はい、そうだね、3991とか3994のわけがないから。あ、ここにも書いてあるね、パック開封の持ち時間の短縮は1日に720ポケゴールドまでです。ってことは僕毎日720ポケゴールド使うって考えると、3900だから、5日間ぐらいで終わっちゃうのか。5日間で終わっちゃうんだ。まあ、だから5日おきにマックスまでポケゴールドを私は買っていきます。はい。じゃあ引いていきますか、パック。マックスまで行くぞ。僕はミュウツーのイマーシブ持ってないんで、もうガンガン行きます。やった！ヒカキンのポケポケ。あれ？シングルで引いちゃった。デイツー。シングルで当てていくんだな、俺。ん？裏！裏パックこれでいきます。はい、ミュウツーのイマーシブが来ちゃう。ちなみに僕今ミュウツーデッキの使い手なんでね、めちゃめちゃ慣れてきました対戦も。はい、ピジョン、ルージュラ、ルージュラ入れてる人もいるよねミュウツーデッキにね。からのラルトスでいつもね種ポケモンを出していくんだ。そして最後はバチン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 、あ、バチューニってなんかピカチュウデッキに入れてる人いるよね。はい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 、はい、10連でいきます。724枚ももう獲得してるから。いくぜ。今日も始まったな。俺の戦いが。ガンガンいくね。今日ペースもう早くいくから。っていうのも、
普通に720ポケゴールド分やると1時間かかっちゃうんですよね。いきます、ミュウツー、今日はよろしくな。一発目で来ていいからな。いけ、ヒカキンのあれ、イマーシブミュウツーはこうして当たったんだ。頼むよ、ラルトス、ヤドラン、ティジョン、シェルダー、シャワーズ。もう大体持ってんだよ。2日目にしてサンド、ウール、ポニータ、サカキ、ギャロップ。早いよ。チラーミー、ゴルーグ、ポニータ、コダック、フリーザー。ラップになっちゃうね。ポッポウール、レレザード、ゴルダック、サイドン、タタッコ、シビシラス、シビシラス、トドレよ。ガラガラ EX、 ガラガラ EX、 ガラガラ EX、 ペー、オトスパース、ゴース、ユキハミ、ユキハミ、エルフン、ドードー、キルリア、フシキタネ、シママ、ドククラゲ。全然当たんねえぞ今日。ポリゴン、シェルダー、ラルトス、ラッタマル、ヤクテ、ベトベタ、アーモゴルバット、カモネギ、ギョーザ、トゥ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 、ラララ言えるかな。ちょっと待って、爆死してね、猛烈なる爆。おいおーいおーい。でもさすがに今日ミュウツーデッキに、あ、ミュウツーパックに集中砲火してったら当たるよね、さすがに。2日目で当たるよね。いきます、頼む。確定演出、あのパックよく見てると虹色にパーンって光るんですよ、確定演出。自分で発見しましたからね、僕ね。おら、逆向きだ。あ、いいよいいよ。あ、光った、今光った、一箇所光った。5パック目ぐらい光ってたね今。はい、いきます。はいはいはい、ベトベトン、ニューってつくやつもうほぼないぞ俺。お、来た、いいよ、やっと光ってくれたぜ。ポリゴン持ってます。まあ、ただいっぱい当たってもね、エフェクト入手とかなんかあるみたいなんで。うえへへー、ゲンガー、あ、ゲンガー、ミュウツー、どっちだ、ゲンガー。3枚目かなこれ、4枚目かな。いや頼む、お、王冠来てほしいな。あ、いいよいいよいいよ。またドガス、4枚目かな、3枚、ゲップが出ちゃった、3枚目かな。今日ももうレアなやつ持ってるからな。もうすでにさ、次のなんかパック来てほしいもんな。よし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 、あ、そろそろ確定のパック、あれ、もうまさかゲンガー EX のこと、なんかそんな予感がしてきたな。これ何パック目、9パック目、確定演出もう過ぎてんのか。スピア、あ、違うか。ピジョットとかでも使えるんだよな、すごい強いんだよな。いやー、20パック普通に終わっていった。お、すごい、ラッキーセブン、僕の大好きな数字、障害獲得777枚達成、777。全国図鑑ナンバー777といえばトゲデマル、かわいいな、トゲデマル。いいよ、ただね、初日からやってる人もう4000枚ぐらいいってるらしいんだよね。いくぞミュウツー、いくぞミュウツー、いくぞ、いけるんか、いけるのかミュウツー、頼むよ。確定3パック、確定3パック、確定3パック、確定、確定、確定、なし。いやでも確定関係なく来るから。そろそろ行こうな。ただいよいよ、あと俺、あ、とかピカチュウパック引きたいんだよね、ミュウツー当たったら。俺ピカチュウデッキも組んでみたくてさ、たまに戦って結構強いんだよねピカチュウデッキが。でも俺ライチュウも持ってないし、あと何持ってないっけな、ピカチュウ EX も持ってないんですよね、イマーシブのみしか。ピカチュウ2枚絶対いるよねあれね。いや、ちょっとちょっと。メタモンさ、ミュウツーさん気難しすぎるだろう。あの、まだ見てない方は僕のあの1本目のね、ポケポケデビューの動画もご覧ください。あのミュウツーで激沼りしてるんですよ僕、いつ出会えんのっていう。もしかしたらこのじらしは王冠が一気に来るっていうことかもしれないね。いや、やばいなこれ、おかしいな、ミュウツーに嫌われてる気がするわ。874枚。
ほら、ポケゴールドは一応上限なんだ。減らないね、全然。頼むよ、ミュウツーさん。そろそろ頼むって。わざと曲げて切る。これが大事ですから。確定なし？もうほら、もう名前さえ読まなくなってくるからね、これね。二日目にして、このなんかもう慣れ具合になっちゃってるから。またどかすな。いや、本当はね、ピカチュウとリザードンのパックが、イマーシブがすぐ当たっちゃったから、あっちの方が、持ってない多分、カードめっちゃ多いんだよね。ゲンガー EX だ。あの細い光り方でもう分かるようになってきちゃったんですよ。助けて。8パック目、9パック目。ミュウツー来てよ、来てよ。俺のさ、ヒカキンゲームズスタッフなんてさ、ミュウツーイマーシブさ、初日のなんか何もうチュートリアル終わった一発目みたいなの引いてるんですよ。どうなってんのこれ。もう運がいい人ってのはね、そんくらいバチンくるんですよね。あと X でね、見たんだけど、一つのパックに王冠レア3枚入ってたみたいな人、発狂したみたいなツイート見たんだよね、俺。引かれ。そろそろ来んじゃないかな。これ下手するとさ、お？ああ。下手すると俺、ちょっとしたレアとノーマル、これ確実にもう全部当たってる気がするんだよね。うん。ゲンガーに愛されし男。榊強いよな。榊でいつもプラス10してギリギリ倒せるね、攻撃になって、いつも榊にお世話になってます。えっとか言って、ああ、海竜強いからね。よしよしよし。で9パック目。いや、俺これミュウツー沼だな、マジで。え、またゲンガーじゃないよね、これミュウツー EX かな。いやー、これのイマーシブなんだよ、欲しいな。あのグレーっぽい色のやつ、ちょっとネイビーっぽい、やばいて。俺障害獲得枚数1000枚いくぞ、これ。早送り実況になっちゃうから。今日まだ1個もなんかさ、星2レアとかあんま来てなくね。持ってるやつしか来てないから、頼む。ピカン。今音鳴らなかった、カーンとか言って。音系もあんのか。はい、多分2、3パック3パック目ぐらいだったな。あのね、イマーシブ光で分かるからさ。帰るよ、ありがとう。ん、こん次ぐらいだな、多分ここな気がする。え、違う、あれ、ここかな、ここ。え、これ。カラカラ泣いてんだ。可愛いんだけどな、もう持ってんだよな。王冠は来ないのかい。秘密の琥珀、久々に出たな。うわあ、前のめりになってきてんだけど、気づいたら俺汗かいて前のめりになってきてんだけど。いや、やばい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 て。今50パックくらい引いてるよね、もう。やばい。そう思うと俺、初日イマーシブの出方とか結構良かったんだな。最初の10、おお、障害獲得1000達成。いいよいいよいいよ、追いついてってるよ。今のガチ勢の猛者たちに追いついてってるよ。なんかさ、ミュウツーデッキでさ、両方イマーシブとか王冠で組みたいじゃん。こいつ持ってんなっていう。多分能力値は EX と一緒なんだよね。よしよしよし、確定。8パック目くらいで確定した。よしよしよし。またどうかす。多分もうほぼ全部持ってるんで。ミュウツー EX ですね、これ。ということは、確定してなくてこれってことは、来るな。ゴルバット。これでミュウツー EX っていうか、イマーシブ当たったら、次ピカチュウ。ナッシーだなぁ、これ。あ、違う。ナッシーはもうちょっと金っぽいんだよな。カメックスとかも持ってないから他のパック引きてぇな。え？
え、これ不思議花じゃないのこれ。え、不思議花 EX だよねこれ。うわぁー、これとこれ確定演出だろう。ミュウツーさんは?ツーさんは?もう俺くらいになるともうツーさんって呼んじゃうから、ツーさんは?ミュウさんだとミュウになっちゃうからな。ツーさん、ツーさんは?ツーさん何?ずっと控室にいんの?ずっと出てきてくんないんだけど、ツーさん。しかーし、執念深き男を頼むよ。ツーに当たるか、ミュウツー頼む。一個キャーンっていった。三パック目くらいで行け。頼むよ、頼む。光り方の時点で確信させて、ここら辺。え、まさか当たりパックとかじゃないよねこれ。お、あー、まあでも光り方がやばい。いやー、頼むよ。いやー、まあでもよかったね。もし100万円課金できちゃってたら、まだ俺多分ピコンピコンってやってる時間だからね、まだね。まあまあいいとしようじゃないですか。いやー、厳しいなー。ん?え?ちょっと違うか。あー、全然違えわ。今みたいなちょっと暗い光り方してんだよね、鈍いね。いやー、さあ、確率的に、もう確率論の話になってくると次ぐらいだろう。さすがに。ミュウツーさんも多分、ちょっとお前かわいそうだな、マジでってなってくるから、そろそろ。全国的に見て、お前ちょっと結構最高クラスで当たってないわってなるから、多分ミュウツーさんの、ちょっと待ってね。本当いつもありがとうございます。ありがとうございます。筋肉ほぐしといたんで。お腹もちょっとこうやってマッサージしといたんで。はい、お願いします。よし!来た !7 パック目くらいで来てた、今。8パック目。来ます。間違いなく来ます。これ長押しって何なんだろう。ああ、こういうのがあんだ。あ、そっかそっか。でもこうやって見れないのやだな。見たいな、俺は。俺何パックあげたんだ、今。今次ぐらいかな。確定演出。7パック目。え、これ?確定演出ってどこレアからが演出なのかな。多分 EX クラスからだったと思うんだけどな。違う?あー、これグラスでも確定演出なんのかな。うわ、なるっぽい。いやー、嘘でしょ。うわー、分かった。3枚ぐらい入ってくる、一気に。一気に今まで来なかった分のミュウツーイマーシブが10パックの中に2枚来る。それだ。それを今ミュウツーさんはずっとお前諦めんなよ、一気に来るように準備してあるからなっていうのを 目で訴えてきてる、なんか。うん、言いながら確定演出しなかったよね今。って言いながらさらーりと言ったよね今ね。ちょっと待って、マジでこれ長押しするよりポン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 ってタップした方が早いね。いやー、いやー、はい、今日当ててスッキリしような。スッキリしよう、もう後には戻れねえからな。1回50ポケゴールドだと700何十ポケゴールド上限ってことは300パックくらいとかなのかな。何パックなんだ。いやいやいや、終わってっからさ。終わってっからさ、うん、やばいな。行くぞ、行くんだぞ。俺は大会に出るんだよ。全部王冠レアを携えて俺大会に出ようとしてんだよな。公式大会に俺は出場しようと試みてんだよ。だからここまでガチでやってんだよな。絶対公式プレイヤーになるからな俺はな。公式プレイヤーとかあるか分かんないけど、サーナイト買っちゃったんだよ俺、交換で。我慢しとけ、出たのに。しかし、いやだからさ、王冠レアをさ自力で1回パックから当てたいよね、あの交換じゃなくて。やっぱその感動を味わってみたい。おーっと、2枚入ってる。え
ミュウツーさん、先生、先生、ミュウツー先生、先生、先生、やばいな。頼む、当たりパックとかなんかとんでもないの来てくんねえかな。喜怒哀楽がちょっと減ってきたでしょ。引きすぎて喜怒哀楽減ってきたでしょ。うん、鼻水出てきちゃった。ちょっとミュウツーさんの機嫌が悪すぎて。よし、まあまあ本当にこういうのって運ですからね。当てる人一発だからね。確定演出なしかな。え、俺このまま一生ミュウツーゲットできないとかないよね。うん、ちょっと頼むよ。俺コレクター、で僕の要素で言うとやっぱり 50% コレクター、 50% 対戦プレイヤー、それぐらい行きたいんで。うん、どっちも勝ちぜ。うん、うわーシャラー、ガガガガガガガ、血圧、血圧上昇、血圧上昇、血圧、血、血、血の圧上昇、血の圧上昇、血の、血の圧上昇、血の圧上昇、血の圧上昇、おー、立ち上げてきてる。おー、決断しましょう。2日目ですからね。あ、でもさ、これすごいわ。もしさ、あの課金のさ、上限とかなかったら、なんかもうボリューム的にはさ、2、30万くらい使っちゃったんすよねみたいな気分なんだけど、実質まだ全然そんな使ってないんだよね。これポケポケはやっぱ優しいわ。よし、あー、これこれこれ、みんなよく見といた方がいいよ。これ、あのこのグレーっぽい感じなんだけど、中心にこの円を描いたような水色と黄色がある。これミュウツーじゃないとかありえないよね。いきます。ここまで苦労したぜ。ヒカキンポケポケデビュー2日目でついに行きました。3、2、1、ファイト。初めて見るぞ。おお、なんかガラス割ってる。ミュウツーさん、それ弁償してね。ね、人間界ではね、弁償しなきゃいけないんだ。うわ、無敵感がすごいな。うわ、えっ、すごい、映画見てるみてえだ。あ、うわ、来たー、やべえ、やばい、やばい、やばい、超やばい。うわあ、イマーシブって別に超キラキラはしてないんだよね。イマーシブの魅力はもうこの長押しした時のアニメにあるから。やった、まだ来るかもしんないよ、この中で。うん、もう1枚来ちゃうと、もうセットだから、セット。嬉しい、やった。この後じゃあピカチュウ引こう。俺ピカチュウデッキ作りたいからピカチュウパック引きます。嬉しい。ああ、あとは爆死ですね。よっしゃっしゃっしゃ、やったー。撮れてるよね、撮れてる、動画撮れてるよね、撮れてる。よっしゃ、きたー、2日目にしてきたー。オッケー。本当に王冠レアって大変なんだね、当てんの。1300枚引いても出ないもんな。やった。ただこれで俺今日、あ、そっか、でもミュウツーパックばっかりしか引いてないから。うわ、全然種類増えてねえ。もうほぼコンプしてるわ。よし、久々にこっちに戻れるぞ。ピカチュウで行こう。でピカチュウでまあまあ当たってきたらリザードン残りで引くとかだけど、もうピカチュウで終わっちゃうかもな今日。あ、久々にピカチュウで嬉しい。よし、8パック目か9パック目光りました。多分ね、ピカチュウとかの方はまだあのゲットできてないカードね、あると思うんだよね。特にリザードンパックなんだよな。あ、今ラッキー持ってなかったな。うん、キラーンって言ってた。よしよしよし。お、持ってないよねこれ。二度キング、やった。やっぱこっちのパック全然まだ全然持ってない。おお、サンダーって出してくる人いるよね。このサンダー、こっちのサンダーだっけ、こっちのサンダーだな。よし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 、ピカチュウで組めるぞ。もうちょいでピカチュウ EX が欲しいな。よければ黄金でお願いします。今日の前半の50パック分くらいの爆死をここで取り返していく。軽
確定が8パック目ぐらいだったから、 EV これ持ってるな。よし、いくぞ。本次ぐらいかな、8パック目ぐらいかな。もうあれ終わってるぞ。え、終わってるぞ。 EV だったのかな。やべ、あとどんくらい引けんだろう。俺いつもさ、この1日のポケゴールド今いくら使ったか分かんなくてさ、もしかしたらどっかで見方あんのかもしんないけど、それ知りたいな。ポケゴールドの消費量ってどっか見れないのかな。中毒者だ俺。もう全部引いた。早くね。あれこっちはいける。んいけねえ。待って待って、なんかないの。なんかないの。中毒です。おーすごい、レベル20になった。相変わらず中毒です。砂時計とかなんかないの。ないの。え、ない。ダメ。ピカチュウデッキ、あ、ピカチュウデッキのやつがなんか、もうこれさ、ミッションの受け取りみたいな、超えるだけでさ、もうこれだけで忙しいんですよ最近僕。もう本当にプライベートなくなっちゃうんだよってくらい、このなんかさ、受け取れるやついっぱいあるよね。これ太っ腹ですよね。めちゃくちゃこれ受け取ってんのこれね。うわ、もうダメか。嘘でしょ、早くない今日なんか終わんの。砂時計系、やべ、リザードンにしちゃった。や、まあ、いっか、まあ、いっか。ピカン、ピカン。あ、10パック目で音鳴ってた。ピカン。リザードンパックが一番引いてないんだよね。10パックですぐ当たっちゃったから。ほら、カブトプス。いいよ。図鑑、集めていこうね。どうしよう、俺これ。ヒカキンゲームズ、毎日ポケポケ日記。なんかさ、動画撮ってない時に王冠レアとか来ちゃったら嫌じゃん。おお、ラフレシア可愛いね。うん、顔は謎の草だね。持ってないっしょこれ。あ、このナッシー持ってなくない。ナッシーって強いよね絶対これ。だってエネルギー1個で使えるんだもんね。 HP 高えし。よし、いいぞいいぞ。ラフレシア。てかリザードンのイマーシブ2枚目も欲しいしな、普通に。9個。お、ラプラス。今ラプラス EX をゲットできるように頑張ってます。お、ケイシー。お、ギャロップだ。ギャロップじゃないですか。終わりですか。俺ピカチュウが引きたいんだけどさ、間違えてリザードン引いちゃったんだけど。もう100、780ぐらいいってるな。もうダメ。あー終わったっぽい。まあでもイマーシブ出たからよかったか。これ出なかったら3日目持ち越しだったからな。オッケー。じゃあちょっと対戦しよっかな。最後バチーンって。僕のあの、見ててください僕の対戦。慣れてきてるんでね。ランダムマッチ。ちなみにまだ1回も負けてないです。6試合ぐらいしたかな多分全部で。レベル9。よし。まあ本当に強い人とやった時にまあ平然と負けるんでしょうけど。さあ俺は高校。ああ、はい、勝ちました。はい、勝ちました。これね、ミュウツーが引けるかどうかっていうのが結構ね重要なんですよね、このデッキ。一回なんかラプラスのね、AI と戦ってる時にオーキド博士も引けない、モンスターボールも引けないみたいな時に結構積んだことがあったんですけど、こういう対人戦では1回も負けてないです。ほーら、ミュウツー HP も高いしさ、サイコドライブ溜まったらもう勝ちみたいなとこがありますよね本当に。いやー、にしても本当に思ってたよりすごい簡単ですぐハマっちゃってましたよね僕初日で。はい、ただね、つい使わなくていい時に僕これカード使っちゃうとかあって、さすがにこれ種ポケモンを呼び寄せたいよね。一応もう両方使っちゃおう。で
あとは本当にうまいプロの人のあのプレー動画ちょっと見たいですね。まだ一回も見たことないんで、今後ちょっと時間あるときに見て、自分の何が悪いのか、それをちゃんと勉強していきたいですね。で、次のターンでキルリアに進化して、サガキ。OK。うん。番終わる。相手はこれ人手マンだからスターミーデッキかな。どうだろう。スターミーで合ってるよね。スチーミーじゃないよね、合ってるね。スターミーデッキかなんかですかね。おー、俺やっぱりそうだ。これめっちゃ強いらしいんだよね。これあのポケモンカードの最強ランキング表1位なんだよね、これ今。初めて当たったな。これで勝ったらじゃあ俺今実質最強ってことでいいですか。まあ、確かに HP もまあまああるな。まあ一旦これ進化させる。次でもサーナイトにできればもうミュウツーももう一匹、これ榊を使うべきかみたいなのがあるけど、一応何があるか分かんないからもう使っておきますか。どうせサイコドライブ使えたらワンパンではあるので、何があるか分かんないんでね。なんかね、変ななんかあのカード入れ替えてくださいみたいな、わけ分かんないの来た時のために10でも多く削っておこう。ちょっとね、これで60になりますから、榊で。あんま意味なさそうなんだけど90って強っ。あスターミーって、そっか、エネルギー2個で90のダメージ打ってくんの、これ強えな。傷薬使ったとてその次のターン俺やられんのか。あってことはミュー、やばいな、ちょっと待って。そうなった時にエネルギーを、もう次のミュウツーに使ってった方がいいか。榊の意味なし。やばい、俺これちょっと今日、デイ2にして初の敗北を知るかもしんない。あっ、あれでも、ああ。いや、これミュウツーだろ、どう考えても。え、ありがとう。やっちゃっていいんだ。いいんだ。HP マックスにしただけだよ、君。うん。振り出しに自分で戻したんだよ、君は。おう。これ強くね？こういうことが起きちゃうんだぞ。あ、違う。レッドカードちげえわ。ちげえわ。レッドカードはあれか。手札か。一旦これでもうエネルギー当然。うわー、これ傷薬、そっか。やる意味ないのか。このミュウツー、犠牲ミュウツーの可能性あるよね。あ、待てよ。特性2回で攻撃はできんのか。ただ、次のミュウツー控えてるやつに全部振っちゃって、150のサイコドライブで倒した方がいいっていう説。これ俺合ってるかな。あ、間違えた。あ、間違えたっていうか、これあれか。あ、これこっち行っちゃうのか。で、これは、もう攻撃する意味ないから、こっちに振っといて、次のミュウツーで全員倒して終わるっていう。それでどうすか。これ傷薬って20だから使ったところでやられちゃう。一応少しでもごまかすために、相手を失格にいたしまして、やばいなこれ。あれ、え、これさ、こっちのミュウツーって HP もう戻ってんの。え、これでこうして逃げるやったら、これ HP、 え、左下のミュウツーってこれ150に戻ってんの。初めてこれやるんだけど、いいのかな、逃げるやって。これ。これで HP そのまままた減るとかないよね。え、逃げると復活すんのこれ。え、強っ。え、相手頭抱えてる今。それとも俺アホなことしてますかね。なんかすごい、もしなんか全部思ってる今通りであれば、かなりパーフェクトムーブしてる気がするんだけど。そう、僕なんかね、FPS ゲームとかめちゃめちゃ下手なんですけど、こういうなんていうんですかね、ちょっとうーんって考える、こういうボードゲームとかカードゲームの方がね、まだマシなんじゃないかなとどのゲームも。まあまあ焦るんじゃない、ヒカキン。何を焦っているんだ。やっぱちょっとキラキラしてると焦るな。当たりカード系の方で来られると焦るな。まあ、90ですから、別に痛くないですから。で、EX は2枚扱いになるんで、おーい。で、これでフリーザーにしちゃっても別に、フリーザーってこれ長押しすると見れるとかある？あ、見れる！これ超良心的。
あ、2ですぐ打てちゃうのね。これはもう打っちゃった方がいいよね。一旦傷薬は使う意味は、まあ、どうせあるなら使っといた方がいいか。40、うん、一応使っといて、あ、待てよ、夏目使った方がよかったかな。いや、いっか、別にいっか。これってさ、もう足りてるから、ミュウツーもやられてないもんね。あ、これで、あ、そっか、こっちがバトルの方行って、これはこっちにやればいいとかなのか。すいません、ちょっとまだ本当に慣れておりませんで。サイドライブ、サイドライブ、ドライブ、現環境最強カードスターミン EX を撃破。ニックさん悪いね。これいったんじゃないですか。やっぱりミュウツーのさ、このゴツさよね、本当に。イワークかってくらいごついよね。うん、実は裏ではごついんです。水切り、うん、何か当たったか、ん、水鉄砲が当たったか。よーし、これでここで夏目でフリーザーに変えてもらって倒すみたいな、ちょっとナメプだよね。一応本気で最後までやる。ただもう降参ってなるんですよね。本当に分かってる人だと、あ、これもう積んじゃってるなみたいな、将棋みたいな感じで参りました。あの機能はまあ、ほら、誰か俺に敗北を教えてくれ。よし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 、モサへの道、また一歩進んできましたね。ポケポケモサへの道、ニックさんありがとうございました。あ、ありがとう、送るの忘れてた俺いつも。あ、あったあった、ありがとう、ありがとう。いつもこれなんかパッパッパッと忘れちゃうんだよな。よーし、ありがとうございました。いやー、ヒカキン初代デッキ強いっすわ、マジで。こちらヒカキン初代デッキなのでね、皆さんよければぜひ使ってみてください。いやー、楽しかったな。あとね、この左上のこれ、このなんかコレクションボードみたいなやつ、これもちょっとだけ作ってみました。まだちょっとよくわかんないんだけど、セットしてね、自分でちょっとニコ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 見るものだと思うんですけど、いや嬉しいですね。で、今日の僕のコレクションを見てみましょう。160種類からどんくらいまでいったか。700枚くらい引けんだな、1日で。おい、226分の175種類まで来ましたね。あと50種類くらいだな、ちょうど51枚か。で、今所持数は1424枚です。よーし、毎日700枚増えていきます。こうか。いや、いいね、揃ってきてるよ。やっとイマーシブでも御三家揃ったのでね。よし、いっぱい複数所持してエフェクトを入手していこう、今後ね。はい、というわけで皆さん、もしよければこの動画、グッドボタン、評価よろしくお願いします。そしてこのヒカキンゲームズのチャンネル登録もぜひ。そして私ヒカキン X、Instagram、TikTok、Threads など SNS もやってますので、フォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。それではこれ Day3 はあるのかな、できるだけ更新していきますね。はい、バイ、またポケポケでお会いしましょう。